ヤーアン・ローズ・ビルヘルム・ティルジュ・ヤーアン・ローズは、デンマークの画家である。デンマーク黄金時代を代表する画家の一人である。シェラン島のレングステズで、ドイツ移民の父親の下に生まれた。父親は家畜を育てる農園主で醸造所を営み、市の議員も務めた人物である。近所には、後に、ローズに支持するフェアミーアンの家があった。地元の学校の教師から絵を学んだ後に、 コペンハーゲンに向かい、1822年からデンマーク王立美術院と肖像画家のハン,ンセンの個人学校に通った。1824年にシャーロット展望で開かれる展覧会に初めて絵を飾って以来、この催しに常時出展し続けた。1826年にハンセンが没するとビルヘルム・エッカースベルグの教えを受けるようになった。風俗画や肖像画に、 独自の画風を作り上げ、1831年に美術院の展覧会で入選し、1833年には銀賞を得た。また、建築物を題材にした絵画で才能を示し、1835年の公募展で優勝した。1837年に2年間の外国留学の奨学金を得て、イタリアへ赴いた。 風景画や建築物をモチーフとする絵画への興味は、ナポリやその周辺への旅で高まり、留学期間は4年に及んだ。この旅には、元の温ン温泉の息子のコンスタンティン・ハンセンやビルヘルム・マース・トランが同行した。1842年にデンマークに戻ると、翌年から王立美術院で教弁を取りつつ肖像画の制作を行った。その後も何度か国外へ旅行し、 1860年代に王立美術院の教授となって1887年まで在職した。息子のホルガ・ローズも画家となるが27歳で病死した。娘のヘレナ・ナイブロムはスウェーデン人と結婚して児童文学者として知られている。ありがとうございます。